ウィリアム・ヘンソン、ウィリアム・サミュエル・ヘンソン、ウィリアム・サミュエル・ヘンソン、1812年5月3日から1888年3月22日、通称、狂人、ヘンソン、マット・マン、ヘンソンは、イギリス生まれの発明家である、ご半生はアメリカに居住。ライト兄弟以前の航空パイオニアの一人として、知られる。彼が1840年代に構想した、空中蒸気車は、 固定翼、推進力、光着装置、尾翼など、後世の飛行機の特徴の大型を備えた先駆的なものであった固定翼と動力を実地に組み合わせようとしたのは、ヘンソンが史上初であるが、その反面で技術的な現実性に欠け、また資金難という事情もあって実機は構想のみに止まった。ヘンソンは広範な分野において多数の特許を取得している。 以下に主なものを挙げる。1847年の安全カミソリは T 字型の現代的なもので、刃は取っ手に適度な角度で取り付けられ、ちょうどクワのような格好に見えるのであった。キングキャンプジレットは1901年にヘンソンの T 字カミソリと使い捨ての刃を組み合わせて、現代的な安全カミソリを完成させた。ヘンソンは1871年に、 天文学に関する小冊子の刊行も行っている。これは太陽系の諸天体が冷たいゴミとガスから形成されたと唱えるものであった。ヘンソンは氷製造機、水質検査機、水槽製造機なども発明している。彼は古装式の大砲の設計をアメリカ海軍に持ち込んでいるが、非実用的という理由で却下された。1812年5月3日に、 イングランドのノッティンガムで生まれた1805年とする資料もあるが正しくない。ヘンソンはレース網の本場サマセット州チャードの定住者で、制御はレース網職人であった。機械化の進む当時にあって、彼もレース網機の特許を1835年に取得している。1838年頃、ヘンソンは航空に興味を持ち始めた。 1841年4月には軽量な蒸気機関を発明して特許を取った。1842年頃には同業者にして友人のジョン・ストリング・フェローと共に旅客輸送用の蒸気機関を動力とする大型単容器を設計した。翼服は150フィート、約4 6メートルで彼はこれをヘンソンの空中蒸気車、空飛ぶ蒸気車、 ヘンセンアリエルスチームキャリッジと名付けた設計の詳細は口日。彼は1843年にストリングフェロー、フレデリック・マリオット、D.E. コロンバイン、D.E. コロンビンと共に特許を取得し、飛行機械を建造する資金を集める目的で、同年にイングランドで空中輸送会社、エアリアルトランジットカンパニーを起業した。ヘンソンは自分で設計した縮小模型を作った。 これは実験的な蒸気機関を動力としており、レール、ガイドワイヤーから離れて浮上もしくは跳躍した。1844年から1847年にかけて小型の模型と翌服20フィートの大型模型を飛ばそうと試みたが、成功には至らなかった。空中交通会社は大型模型での試みが失敗したために、 空中蒸気車のフルサイズ版を作ることはなかった。ヘンソン、ストリングフェロー、マリオット、およびコロンバインは1848年頃に会社を解散した。ヘンソンは飛行機の発明を諦め、1849年結婚してアメリカに移住した。ストリングフェローはその後も実験を続けた。1843年、空中交通会社の広報担当者、 フレデリック・マリオットは、世人の興味を引く、要、空中蒸気者が、エジプトのピラミッドの上や、インド、ロンドンその他の場所を飛ぶ絵を描かせた。この絵は数国の切手にも見られる。マリオットは後に、アメリカに渡り、カリフォルニアで、航空上のパイオニア的実験を行っている。フレデリック・マリオット。彼の、空中蒸気者は、後世の研究者から、例えば、 パワーウェイトレシオの不足やプロペラの宣伝不足を指摘されており、また当時の権威ジョージ・ケリー卿も空中蒸気車の高いアスペック比は強度的欠陥のもとになるとしてヘンソンを批判し低アスペクト比の採用グライダーの実験成功を、1849年で実地に解決策を示した。百四十九年にウィリアム・ヘンソンと妻のサラは英国を後にして アメリカに移り、ニュージャージー州ニューアークに住み着いた。ヘンソンはアメリカにいる間、飛行の研究をそれ以上進めることは全くなく、機械技師及び土木技師として働いた。ヘンソン夫婦は7人の子供を設けた、うち成人に達したのは4人である。ヘンソンは1888年に死亡した。彼とその家族は、ニュージャージー州イーストオレンジに埋葬されている。 ヘンソンとストリングフェローは航空誌に関する書籍で頻繁に言及される。イギリス王立航空協会は例年ヘンソンイコールストリングフェロー公演を行っている。2008年には第52回の公演が行われた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。